はい、小森まさです。こんにちは。今回が21回目になります。もうね、 YouTube ちょっと厨房へ入れてね、もうねホールに出てきてしまってますね。とりあえずね、20回やってみて、振り返ってみようかなというか振り返らざるを得ないくなってきた。もうね、いろいろねやってみたいことはわんさかあるんですよ。例えばね、歌歌ったり、あのギター弾いたりね、いろいろやってみたいなって構想はあるんですけどね。コメダコーヒーへの新入層さとか、時間がないんですよね。これ今 iPhone で撮ってるんですけど、まあね、最初の頃は iPhone であのテキストが入ってあのやってたんですけど、途中からね、やばい路線へ行ってしまいましてね、いろいろ、機材が増えてきたいので今の状況から説明したいと思います。まずね、このでっかいガンマイクがついてますけど、ルミックスの GH4、 これはね、いいですね。カメラの動画を撮るときにカメラを撮れないじゃないかっていう理由でもいいですね。これルミックスの LX9 か、買っちゃいます。中古ですよ。Amazon のプライムデイで、まあお遊び半分でですね、 GoPro が欲しいんですよ。 GoPro 欲しかったんですけど、よう似た意外といけるんかなと思って、まあね、5万円ほどのものをね、ワイプ帯できないんで、とりあえずここで5000円なんですけど、 4K とかアクションカメラ、いろんなもん入ってて、これもねレビューすりゃいいんですけどもね、まあ、たまにあの使ったり、こう防水のとかもできるんでね、いろんなことを思います。それで、借金して。テレ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 。全部中古です。中古です。僕のメルマガに読んでくれてる方は分かってると思うんですけど、めちゃくちゃ物をメルカリで売りまして、そのお金でほとんど買ってます。この MacBook Pro はちょっとね、お金足りなくてね。あと編集ソフトが、これまたあの前も動画で言いましたけども、ファイナルカットプロ仕様ですね。まあね、行くとこまで行ってしまいましたね。もうね、ドローンも欲しいですね。ドローン空撮でもね、時間がないんですよ。ほんまに時間出ないかな、時間ね。もうどうしようかな。あのね、文章とかだとなんかパソコン開けてカタカタカタって打ったらいいんですけど、動画っていうのはこうやってこう、これも奥さん今日ね、まあ、閉店してあの一人テーブルへ引っ張り出して撮って編集して。なかなかね、難儀なんですよね、うん、で、意外とあの電源入れ忘れてたり、そうなんですよ、これはこの間もこれでね撮ってたんですよ、撮っててあ、撮り終わったと思って家帰ってパソコンにつなげてやったら、ここのスイッチ入れ忘れた、入れたもんじゃないんですけど、これ入れ忘れてて青みたいですよ。動画やったのにな、あれ見たかったな。とまあ機材はね揃ってしまったんですね。一方スキルの方はと言いますと、まだねカメラのね使い方が分かりません。なんとなくはできるんですよ。それなりのことはできるんですけど、やっぱり細かいこととか、カメラの、まあ本当に一眼レフの、ね、一眼カメラの仕組みとか、ね、やっぱりね、いろいろ理解してやりたいし、MacBook Pro に至ってはまだなんか、ね、とりあえずは動くようにしてますけど、まだ編集もしませんからね。
かです、そうです。ちょうどね、もうあの MacBook Air の方ではこう結構動画ね、結構重たくなってきてるので、動画ってね、ほんますごい難しいなと思ってます。文章ってね、好き嫌いあんまないじゃないですか。まあその好きな文章、嫌いな文章っていう傾向はあるかもわからないですけど、動画ってこう正直僕のこのまず顔、いや顔が受け付けないとか、顔がまあ好きとか言うてくれると言うてるかもわからない、たまにマニアね。あと声とか発言、仕草、癖とかね、まあ、もうみんな好き嫌いの対象になってくるんで、それだけまあ情報量が多いっていうことですよね。であと、ぼーっとしてても面白くないですね。この間ね、この家族で、お庭でキャンプ動画撮ったんですよ。蹴らんといてよ。よいしょ、座ろうね。座って。みんなで写真撮る。まあ、それもね、せっかくこういういろいろ機材も揃ってきたんで、子供ら喜んでくれてね、編集したら。だけどね、こうただご飯食って、まあ、もちろん当事者、さらに当事者ですからね、うん、それでもね、ただご飯食ってダダダダ流しの動画は面白くない。僕はね、もともと YouTube っていうのも見なかったんですけど、やっぱりその人気のある YouTuber っていうんですかね、 YouTuber の方々のやっぱり動画っていうのは面白い。だからこう自分もこうただボーって、まあ、正直今もねボーってただ撮ってるだけですけどね、こういうのもね、やっぱ企画構成っていうものがすごい重要になってくるんやなっていうのはすごく分かりますね。であと、さっきも動画は難しいって言いましたけど、結局でもそれだけなんか表現はできる。僕がやっぱりこういろいろ喫茶店をやったり、絵を描いたり、まあ歌歌ったり、ギターやったりとか、いろんなことやって、結局でも自分の表現なんですよね。そういう動画っていうのはいろんな要素が含まれてるんで、はーか皆さんもやった方がいいんじゃないかと思うぐらいの、それだけ、それゆえに難しい。でもね、やっぱりこうコツと、まあ、正直こんな今はね、ほんまに走りも棒にもかからない動画ですけど、やっぱりスキルをね、高めていって、でもね、正直もう60とか70でもいいと思ってるんですよ。その時に誰かを喜ばしてあげる一個のね、特技になるぐらいまでやってみたいなっていうのがあるんですよね。まあその時に動画っていうのはどんなになってるか分かりませんけども、まあ、この頃はもうね、その時はもうね、もう古くはなっていくんですけど、とにかくいろんなものにチャレンジして、まず動画を撮る、こんだけ空いてたら来ませんね。1週間に1本ぐらいしっかり上げていけたらなと思うんですけど、時間がないんですよね。こればっかり。でもね、本当に面白いですわ。カメラ動画撮るもんって知ってました？僕なんかこんなカメラの顔をバシャって撮るだけと思って、動画っちゅうのはビデオカメラで撮るもんなんかなと思ってたから、こんなになるなんてね。これでもやっぱりね、マイクの欲しかった方にすればよかったですね。こうやったらもう電源も入れ忘れないし、そんなこと言うな。まあとにかく、第1回目は iPhone で撮って、iPhone に入ってる iMovie っていうアプリでね、編集してたのが、たった20回ね、動画を撮っただけで、こんなほどになってしまいました。まあ、とりあえずね、100本作って、このお店のね、木漏れ日の紹介動画なんかね、
できたらいいなと。その時はもうドローンで空撮だよ、うわ編集でギュッなるかな、なったらいい。まあでもね、あの喫茶店木漏れ日っていうのとこの YouTube っていうのをやっぱこう組み合わせてやっていけたらいいなと思います。あれもでもいいんじゃないかなと。すごいよねこれ、綺麗やな。どうなんだろう、わかんないけどね。ちょっとね、髪伸ばそうかな。めんどくさいですけどね、うん、なんか娘にちょっと髪の毛伸びた方がいいんじゃないって言われて、まあそうかな。まあ正直ね、20本撮ってて坊主の自分とずっと向き合ってるでしょ。ずっとされてる自分、坊主の自分と向き合ってて、ね、ちょっとダサいと思って。まあもともとダサいですけどね。まあダサいとは別にどうでもいいんですけど、まあね、伸ばしたらもっとむさくらしくなるんですよね。香港映画とかのジャッキー・チェンとかの映画 あのすごい悪いボスの手前に出てくる挑発のすごい強いデリットがあるに穴があります。あ、まあ、想像しても大変わかりますけど、もうそれだけで、まあ、きちゃい。あ、ロンゲに生徒は言ってないですね。で ロンゲにしてね、こう縛りたいんですよ。あれは YouTube ってなんか普通のことやってたらあかんのかな。なんかこうやっぱり、ね、普通のこと普通じゃないことできんのかっていう話ですけどね。まあでも面白いと思います。またね、まあこんなペースでもね100本やってみようと思ってます。じゃあよろしく。ではまた。